なガキども、よく聞け。盗難シャーペン100メートル以上出歩くんじゃねえぞ。はーい。うん、風よし、方角よし、みんな仲良し。私たちのテントはここね。はい、最高の場所ですね。ああ、いいんじゃない。行くわよ、出よ、テント。なんだよこれ。トンテかな。面白いよこれ。トンテトンテテント。ああ、面白そう。俺も俺も。あ、僕も。何がテントでトンテよ。私のリア君とイチャついちゃって許せないわ。チャチャがノルノルウェナの森へキャンプに行っただと。サイデゲス、邪魔なセラミーはついてきませんし、狙うなら絶好のチャンスでゲスよ。あそこには確か吸血鬼が住んでおったな。すでにチャチャに関する情報を送っておりますでゲス。期待しているぞ吸血鬼。女子が焚き木を拾いに行っている間、男子は魚釣りだ。こうやって取るんだ。よく見ておけ。ということで、チャチャは今一人。さあ、私も焚き木拾いに行こうっと。そっか、海のものしか出ないんだ。わかりゃしないわ。そんな気なら奥にいっぱいあるわよ。本当？でもラスカル先生があまり奥に行くと道に迷っちゃうからダメだって。大丈夫大丈夫。あれを見てみなよ。え？ちゃんと矢印があるから迷わないわ。そっか、マリンちゃんありがとう。私もいっぱい探してくるね。気をつけてね、チャチャ。うん、気をつけてね。こんなところにあるのかな。あ、あった。これだけあればもう十分ね。あれ、キャンプ場はまっすぐじゃなかったっけ。まあいいか。よくなかった。完全に迷っちゃったよ。どうしちゃったのこれ。その石はあなたにとってとても大事な石です。さあ、早くその石をペンダントの中におしまいなさい。まだ動いてる。その石はあなたをキャンプ場へ案内しようとしているんですよ。これからも困った時その石がきっと役立つはずよ。そうなの。ところであなたたちは誰なの？私たちはただの物知りのフクロウです。さあ、早くみんなのところへお行きなさい。ありがとう、ただの物知りのフクロウさん。バイバイ。バイバイ。私たちの変装も完璧ですね、エリザベス。ええ、セラビー。ドロシーちゃん、何やってるんですか？やあね、私はただの通りすがりのミミズクよ。
通りすがりのミミズクね。セラビーこそ何してんのよ。ギック、私はセラビーではありません。ただの物知りフクロウです。どっちでもいいけど、弟子のキャンプについてくるなんてちょっと過保護すぎるんじゃないの？あの子はただの弟子ではありません。魔法の国の運命を左右する大事な子なのです。ずいぶん大げさね。チャチャは一体何者なのよ。それは、それはただの通りすがりのミミズクさんには言えません。おやおや、飛び方の下手くそなミミズクさんだこと。本当にね。かわいい。申し分ない。どうだガキども、楽しいか？楽しいです。遅いからさ、すっげー心配したんだぜ。それにしてもたくさん拾ってきましたね。うん、マリンちゃんが教えてくれたおかげよ。ありがとう、マリンちゃん。どういたしまして。なんでそんなにあっさり帰ってくるわけ。うん、よしガキども、そろそろ寝る時間だ。寝床弁するなよ。はい。ここだな。セラビーの弟子とかいう小娘の来ているキャンプ場は、可愛い子ちゃんだからすぐに見つかるだろう。私好みのショートカット。あれ、おさげ、ポニーテール。あれ。私のリーヤ君と一緒に寝るなんて許せない。この子だけどこか遠いところに捨ててきちゃおっと。マリンちゃん、どこ行くの？その、私についてきなさいよ。すごく面白いところに連れてってあげるわ。面白いところ？はい、行く行く、今着替えるから。あら、何も見えないよ。ズッキンが反対よ。あんた起きてるふりして寝てるわね。いい度胸してんじゃないの。ま、この方がこっちには都合がいいけど。かわいい子ちゃんということは覚えているのだが。おお、これはかわいい子ちゃん。それも二人も。そうだ、いっそのことかわいい子ちゃんの血を片っ端から吸ってしまおう。もうちょっとはダイエットしなさいよ。血だ、血を吸わせろ。あ、チャチャ、あー、ヒーネちゃん起きろ、チャチャがいない。なんだよ、うるさいな。あはは、すっげえ頭。あはは、なんて笑ってる場合じゃない、チャチャがいないんだってば。トイレだろ。そんごとトイレに行くか。アック、大変だ。探しに行くぞ。ちょっと、何モタモタしてるんだよ。チャチャさーん、チャチャさーん、チャチャさーん、チャチャ。くっそ、チャチャのやつどこ行ったんだ。なんだか嫌な予感がしてきた。チャチャさーん、弟子の情報は失われたが、まあ、私好みの可愛い子ちゃんの血を片っ端から吸えばよいこと。さて、どちらからいただこうか。可愛い。こっちも可愛い。さて困った。どっちも可愛いから迷うな。よし。神様の言う通りは、いや、こっちか。なんですって。私よりちゃちゃの方が可愛いですって。
なところにいるの？ティーヤとシーネちゃんは？私たち、あいつにさらわれてきたのよ。あの人誰？私を見てキャー素敵、お名前はなんていうのかしら、ドキドキと思う気持ちよくわかりますよ、お嬢さん。なんなのよこいつ。私の名は吸血鬼キューちゃん、そして君たちは今日の私のお食事なのさ。キューちゃんだってダサい名前だ。決めた、先に血を吸うのはお前からだ。あ、そうはいかないわ。この子魔法使いなんだから吸血鬼なんか怖くないわよね。おう、 なんで私を前に出すのよ。おちゃごちゃ言わないの、血吸われてもいいの。いやだったらそれ、吸血鬼との対決には十字架よ。いでよ十字架。いやすごい、失敗しなかったわ。ねえマリンちゃん見て見て。何はしゃいでんの。うん、言っておくが私には十字架など効かんぞ。え、なんで？怖いでしょ。ほらほら、そんなものにビビらされるなんてみっともないから修行を積んだのだ。今では吸血鬼の弱点は全て克服した。キューちゃんには怖いものなどない。せっかくうまく出せたのにひどい。そんなのハッタリに決まってるわ。よかろう、ではその十字架に触ってみせてやる。おお、ほんとだ。どうだ、わかったか。それじゃあ次はニンニクよ、ちゃちゃ。よし、えい。玉ねぎ出してどうすんのよ。だって形が似てるんだもん。でもこうすればあっちを泣かすことできるわ。貴様の力では倒せない。さあおとなしく血を吸われてしまえ。逃がすか、おえ衛兵コウモリ。無駄なあがきを。この城からは逃げるのは不可能なのさ。いやーシーネちゃん怖いよ。バカね、泣いても仕方がないでしょ。逃げるチャンスを見つけるのよ。でもいいからちょっと耳を貸して。僕嫌いだな内緒話って。いい加減に諦めろ。諦めます、私たち。そうか、それでは早速。でも血を吸われるその前に。かっこいいキューちゃんとデートしたい。デート？まあでも私たちさっきキューちゃんにひどいことをしたんだもの、きっと嫌われてるわ。大丈夫よ、キューちゃんはそんな心の狭い吸血鬼じゃないわ。え？かっこいいキューちゃんのイメージ崩すわけないわよね。イメージ？そりゃあそうさ。やっと素直になったようだな。いいだろう、少しの間なら付き合ってあげよう。いやー、さすがキューちゃん。チャ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 。さあ、矢印がめちゃめちゃで、さっきから同じところを行ったり来たりだ。こうなったら変身。クンクン、こっちだ。だったら初めから化けてろよ。いいの？二人に任せておいて。ちょっと心配ですね。私たちも一緒に行きますか。え、そうしましょう。あら、おかしいんじゃないの？ただの物知りフクロウが何うろたえてんのよ。ん？まさかフクロウさんもセラビーと一緒で過保護？過保護なんてとんでもない。ここにじっとしていればいいんでしょ。素直じゃないのね。とにかく隙を伺うのよ。吸血鬼なんかに負けるものですか。絶対リーヤとシーネちゃんのところに帰るんだから。うん、お前たちいい加減にしろ。帰宅するのにいつまで待たせるのだ。はーい。おお、ごめんなさい、遅くなっちゃった。せっかくだからいっぱいおめかししてたの。ますますかわいい。ねえねえ、どこ連れて行ってくださるの？ねえねえ、城の地下だ。外に行くんじゃないの？心配するな。ディスコにゲームセンター、パブ、遊ぶところならいくらでもある。そんな不良が行くところには行けないわ。そうよ。それよりもうすぐ夜明けよ。私、キューちゃんと一緒に朝日が昇るところを見たいわ。あら、やっぱりキューちゃんは朝日が怖いのね。残念。違う！ついてこい。朝日がよく見える窓に案内してやる。
本当に平気なのかしら。ハッタリよ。これが東の窓だ。うわー、見てキューちゃん、朝日がこんなに綺麗。それよかった。あら、何なのよそれは。太陽光線遮断スーツだ。あー、もう逃げられないわ。何言ってんのよ、あんなもん着て動きが不自由な今こそチャンスよ。それマリンちゃん。あー、ほら待て。あ、ペンダントが。マリンちゃん、私についてきて。あー、何がついてきてよ。世話の焼けるお嬢さん方だ。お預けを食らった分、お腹が空いたから枯れるまで血を吸い尽くしてやるぞ。いやー、シーナちゃん、私はここで。無駄だ、私より強くてかっこいいやつなどいないのだからな。リアの方がかっこいいもん。何者だそいつは。リア君はすごくかっこいいし優しいし、あんたなんかあっという間にやっつけてくれるんだから。それにふわふわのモコモコで可愛くて思わず抱きしめたくなるんだから。またそんなことしてんの。してるもん。許せない。嘘だ嘘だ、このキューちゃんよりかっこいい男だと、強い男だと、そんな奴がこの世の中にいるわけがない。あんたが自分のことどう思ってるか知らないけど、あんたなんかリーヤの足元にも及ばないわ。やめろ。聞いてる聞いてる。じゃあとどめいくわよ、声を揃えて、せーの、ブザイク。今のうちよ。ほらもう絶対に逃がさん。あー、リーヤ、シーラちゃん。じゃじゃこいつが私より強くてかっこいいリヒアだと、こんな小僧に私が劣るというのか。失礼な、間違えるな。僕はシーネちゃんで、リーアは壁を突き破ったこいつだ。うわっ、こいつが冗談だろ。こいつより私が劣る。劣る、あったる。面白い。それではこいつを倒せば当然私の方がかっこいいというわけだな。ならば来い、犬ころ。犬じゃねえ、俺は狼だ。うわっ、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 うめえ。大丈夫、この犬のどこがリアなのよ。貴様たちは世界一の剣の使い手、このキューちゃんを完全に怒らせてしまったようだね。全員死んでもらうよ。私のベッド、私のベッド。寝不足になったらお前たちのせいだぞ。もう逃げられないぞ。こうなったら奥の手よ。奥の手、それ。これで私は安全よ。ふざけた女だ。
った。バカ者。申し訳ございませんでゲス。この次は双子の魔法使いで絶対やっつけますのでご勘弁を。何？双子の魔法使いだと？それは面白い。セラビったら私の写真なんか撮ってる場合じゃないでしょ。キャチャたちが赤ちゃんにされてさらわれちゃったのよ。まったく何考えてんだかこの男は。こんにちは、私ドロシー。妙に強気な謎の双子カンカンランランに若返り薬を飲まされて私たち子供になっちゃったの。早く年増やしの薬を探しに行かないと今度こそチャチャが危ないわ。次回、赤ちゃんは魔法がお下手。お楽しみに。